1789年8月4日夜の会議、シャルル・モネがフランス革命博物館像。フランスにおける封建制の廃止とは、フランス革命の中心となる出来事の一つであり、当時フランスに残っていた封建制及びこれに基づく古い規則、税及び特権の廃止を定めた法令の制定などの措置を指す。1789年8月4日の夜、 憲法制定国民議会は、国民議会は、封建制を完全に廃止すると宣言し、第二身分の特権と第一身分が徴収する10分の一税を廃止した。13の地方高等法院を基盤とした古い司法制度は1789年11月に中断され、最終的に1790年に廃止された。百八十九年八月三日、 デギュイオン公爵は、ブルトンクラブで、封建的特権とそれに基づく個人に対する、拘束の廃止を提案し、翌8月4日の夜には、ノアユ爵が、地方での平穏を回復するために、貴族の特権を廃止することを提案した。第一身分の議員たちは、最初はいやいやながらこの夜の愛国的な興奮に、参加したが、最終的には、ナンシーとシャルトルの司教が特権を犠牲にした。 ギーコールルグエンドケランガル、ボーアルネシシャク、ジャンバティスト・ジョゼフ・ドルベルサック、ドラフ・アルシ教らは、バナリテ、領主裁判権、狩猟法、教会の特権を廃止することを提案した。歴史家ジョルジュル・フェーブルはこの夜に行われたことを次のように要約している。議会は、議論抜きで熱狂的に課税の平等と個人の霊俗を含む、 それら以外のすべての領主権からそれは後に無償で廃止されることになったマイナスの買い戻しを採択した。他の提案、法律上の刑罰の平等、すべての人の公職への登用、売館制の撤廃、償還を前提とした支払いへの10分の1税の転換、信仰の自由、複数の生殖力を持つことの禁止、生殖力取得金の廃止、 最後の犠牲として地方や町に与えられた特権体も同様の成功をさらに追加した。数時間のうちにフランスは狩猟法、領主裁判権、官職の購入、金銭免除の売買、税制上の優遇措置、聖職者が教会に納める各種の納付金の廃止、複数の聖職力の保有の禁止、そして不相応な年金を廃止した。超、地方、 社団、都市もそれぞれの特権を犠牲にした。この日を記念するメダルが作られ、議会は、ルイ16世を、フランスの自由の復興者と宣言した。フランスはフレは、1789年8月の決定がその後も生き残り、近代フランスを作り出したテキストの不可欠な部分となったことを強調している。これらの決定は、貴族社会を、その中属や、 特権の構造とともにすっかり破壊した。それはこうした構造を法律で禁じられていないことを自由に行う近代の自律的な個人に置き換えた。革命は非常に早い段階からそれ自身が持つ根本的な個人主義によって特徴づけられた。フランスはミニエがサンバルテルミの虐殺と呼んだこの出来事は当時の人々や歴史家の分析において しばしば誇張されている。法令の本当の意味については、その後議会内の雰囲気が何ヶ月もの間混乱に支配された地方と同様に、騒然としたものとなったため、1790年3月5日に法権領地委員会が報告を行うまでは、8月4日の夜が実際に作り出したものは、公式なものとはされていなかった。委員会は、元の法令では、 明治的に禁止されていたマンモルトを再導入し、その支払いのために土地に直結した実質利益のための償還率を設定したが、それは年間の時代の30倍に相当したため、大多数の農民はそれを支払うことはできなかった。ロシアのアナキスト、ピョートル・クロポトキンは次のように書いている。議会は熱狂のあまり行き過ぎた。そしてこの熱狂の中で誰も、 封建的特権と10分の1税を召喚する情報には言及しなかった。二人の貴族と二人の司教がこの恐ろしく曖昧な情報を自分たちの演説の中で紹介したが実際には封建的特権の廃止は5年間から1793年8月まで延期された。黒ポトキンは封建的特権は残ったと主張して他の歴史家を軽蔑する。歴史的な伝説は 優しくこの夜を飾るために利用されている。そして歴史家の多くは同時代の数人の人々から与えられた物語をコピーして、それを熱意と成人のような自己放棄に満ちた夜として描いている。8月の処法令への署名、レリーフに表された革命の出来事レピューブリック広場。8月の処法令は1789年8月4から11日に、 フランス革命時の憲法制定国民議会によって制定された19の法令であり、封建制の廃止、貴族の他の特権及び領主の権利に関して18の法令、または条項が採択された。1789年7月14日のバスティーユの崩壊に続いて大規模な騒動がパリから地方に広がった。貴族の家族が攻撃を受け、多くの貴族の館が焼かれた。 修道院や城も攻撃され、破壊された。大いなる恐怖の季節大恐怖マイナスは、社会的なヒステリーと自分が次の犠牲者になるかもしれないという不安を特徴としていた。多くの場合、暴力は不老者や飢えた農民によってではなく、自分たちの主張のためにこの機会を利用しようとする地元の住民によって始まった。大恐怖は、フランス政府の脆弱性を露呈した。 その中央には権威がなかった。長期にわたる暴動や虐殺は事態が制御不可能なものになるかもしれないという全国的な不安につながった。それはこの国がそれまでに経験したことのないものだった。1789年7月下旬までにフランス全土から農民反乱の報告が殺到したことから議会は怒れる農民をなだめて平和と調和を促すため、 国の社会的なパターンを改革することを決定した。議論は8月4日の夜を通して続けられ、5日の朝、議会は、封建制を廃止し、多くの聖職者と貴族の権利と特権を排除した。8月の処方令は、最終的には、その1週間後に完成した。8月11日に改定されたリストが公表された。第一条国民議会は、 封建制は今後廃止されることを宣言する。既存の封建的権利と付加金のうち、対物的権利、対人的権利はいずれも無償で廃止される。他のすべての付加金については、保障を行うことができるが、保障の条件と方法は、国民議会によって決定される。この法令で廃止されなかった付加金は、保障が行われるまで通常通り徴収される。 第2条旧社の占有権は廃止される。鳩は地域社会によって定められた期間中は旧社に収容される。その期間中、これらは飼料の対象とみなされ、誰でも自分の所有地内で殺すことが許される。第3条封鎖されていない飼育場に対する占有権も廃止される。すべての土地所有者は自分の土地で あらゆる種類の狩猟を行う権利を有するものとする。ただし、公共の安全に関する規制がそれによって妨げられてはならない。王室の森を含む全ての狩猟空間と狩猟権も同様に廃止される。ただし、国王の個人的な楽しみのために国王の狩猟については別に規定を設ける。国民議会の議長は既存の狩猟権を侵害したために習慣され、 または追放された人々の救済を国王に要請するよう命じられた。第4条すべての領主裁判所は廃止されるが、その裁判官及びその他の職員は、国民議会から新たな指示があるまで職務を続けることが認められる。第5条いかなる種類の10分の1税、またその代わりとなる、いかなる付加金も、それらを保有する者が、在属司祭、または修道士の団体。 聖職録の保有者、丸太騎士団及び他の修道会、修道騎士団などの団体の構成員、同様に教会の維持のために奉仕し、聖職者の適正配当分の代わりとして、これを委託された即人など、何人であっても廃止される。ただし、礼拝のための費用、職務にあたる聖職者の維持、貧困層の支援、教会と聖職者の住居の修復、神学校、学校、 学院、修道院その他の施設など、聖職者が公共の支援のために提供し、その維持のために十分の一税を財源としているものについては、いくつかの代替手段が考慮されることを条件として、これらの準備がなされるまで、国民議会は、聖職者が十分の一税を徴収することを許可する。また、この法律の下で廃止されなかった他のすべての10分の、 一税は従来通り徴収される。第六条あらゆる種類の時代は国民議会が定める代償によって保障することができる。未だ支払われていない将来の控訴に対する権利は発生しない。第七条司法職及び官職の売却は廃止される。司法官の職は自由に分かち合われなければならない。しかし官職の購入によってその職についたすべての司法官は 国民議会からの新たな指示があるまで、彼らの義務を果たすことになる。第8条聖職者の適正配当分が増額された。後すべての教区司祭と助任司祭への臨時謝礼は直ちに廃止される。第9条税金の支払いにおける財政的特権は永遠に廃止される。すべての市民から税金が全く同じように徴収され、新たな徴税方法の策定が計画される。 第10条新しい規則の下で、フランスのすべての地域が平等となったため、特定の州、地区、市、軍、及び自治体に与えられていたすべての特権は、廃止される。第11条すべての市民は、その身分や首相に関わりなく、あらゆる分部の官職に就く資格を有する。第12条、生殖録取得金その他の、あらゆる名目によって、ローマ教皇庁、 アビニョンの教行代理、またはルツェルンの教皇施設に支払うべき納付金は存在しない。聖職者は財政援助や給付金を彼らを管轄する司教に申請しなければならないが、これはフランスのすべての教会に無償で与えられるものとする。第13条これにより、教会内部における様々な付加金は国民議会によって廃止される。 第14条生職録による収入は3000リーブルを上限とする。すでに総額3000リーブル以上の各種の生職録を享受している者は同時に複数の生職録の恩恵を受けることはできない。第15条をと、国民議会は年金、恩恵、給与に関するすべての報告書を共に検討し、無益なものを廃止、または減額する権限を有する。 第16条フランスの福祉のための重要な審議を記念してメダルが制作され、フランスのすべての教区と教会において感謝の念を持って、テ・デウムが歌われるものとする。第17条国王イ16世は、フランスの自由の復興者と宣言される。第18条国民議会は、国王の前に、この重要な法令を提出し、テ・デウムが国王の礼拝堂で歌われる。 第19条国民議会はできるだけ速やかにこれらの法令を遂行するために必要な法律の策定に重大な配慮を行うこととする。8月の諸法令は民衆を沈静化し、礼節ある態度を奨励するという考えのもとで宣言された。しかし、8月の諸法令はその後2年間に何度も繰り返し改定された。ルイ16世はその手紙に 第一身分と第二身分の取った高貴かつ寛大な措置に深い満足を表明し、彼らはフランス全体の和解のために大きな犠牲を払ったと書いている。しかし、その一方で彼は続けて犠牲は素晴らしいものでしたが、私はそれを賞賛することはできませんし、聖職者と我が貴族が受けた侮辱に私は決して同意しません。彼らから奪い取る法令に、 私が認可を与えることは決してありません。なぜなら、そのために、フランスの人々はいつの日か不公正や弱さを理由に私を非難するかもしれないからです、と書いている。フランスの貴族や聖職者はその地位を失ったわけではなく、この損失に対して適切な賠償を得ている。一方、8月の処法令は議会による人権宣言に道を開いた。 当初、農民は領主に対する酵素の召喚金を支払うことになっていた。これらの酵素は、フランスの農地の4分の1以上に影響を及ぼし、大規模な地主の収入の大半をもたらしていた。農民の多くはその支払いを拒否し、1793年に義務は取り消された。こうして、農民たちは土地を無償で手に入れ、さらに教会にも、 十分の一税をもはや納めなくなった。DMG サザーランドは、小坂実と地主のその後について調査した。農民はもはや教会に十分の一税を納めなくなったが、地主は以前の十分の一税と同じ金額だけ時代を上げることができた。その後、中央政府は地層を上げることによって、地主の新しい収入に課税した。サザーランドは、小坂実は、 時代が高くなり、税金が重くなったという点で、実質的に2倍の支出を行ったと結論している。多くの農民は、負担を回避しようとした。しかし長期的には、尾崎みのりと地主の負担は生産性の大幅な上昇によって大きく相殺され、すべての人がより豊かになった。ありがとうございます。